エリーザベト・アンナ・フォン・プロイセンは、プロイセンの王族、プロイセン王女、オルデンブルク大公フリードリヒ・アウグストの最初の妻。プロイセン王子、フリードリヒ・カールとその妻で、アンハルト公、レオポルト4世の娘であるマリア・アンナの間の第二、死、次女として生まれた。1878年2月18日、ベルリンにおいて、オルデンブルク大公家の生死フリードリヒ・アウグストと、 結婚した。エリーザベト・アンナの結婚式は、また、10枚のシャルロッテ王女とザクセンイコール・マイ人間公、ベルンハルト3世との婚礼と同時に行われた。エリーザベト・アンナは、夫との間に、後継息子を設けることなく、夫が対抗位を継承する前の1895年に、亡くなった。家父となったフリードリヒ・アウグストは、1896年に、完成した。 オルデンブルク市の新宮殿に泣き妻の名前を付け、エリーザベト・アンナ宮殿とした。夫は、その後、メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ2世の娘エリーザベト・アレクサンドリーネと再婚した。ありがとうございます。